刻じゃない、遅刻してないよマジで迷った、遅刻じゃない、え、遅刻じゃないの、遅刻じゃないよ、ちゃんといたよ、空港には。久しぶりです。久しぶりです。迷った。今日は、今日はどこ行くのよ。どこ行くんですか。韓国眠れました。寝ました。めっちゃ元気です。楽しみですか。寒いかな、分かんないけど。いや、めっちゃ今雨降ってます。今雨降ってます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。いやいや、ついに今日はどこですか。今日は今成田空港ですね。成田空港、朝8時です。そうですね、まあ、暑いかどうか結構ね、うん、赤木さん3年ぶり。3年ぶりです。なんか久々に緊張してますね。あの時と同じ、一番最初に行った時と同じように、はい、だって迷ったでしょ、来てる時からもう、うん、ちょっと今赤ちゃん状態ですねそんな甘くて急行度だっけ、さっきの何だっけ、急行度だから、韓国行く時に、うん、日本人はちょっとビザが必要で、はいはい、そうです、ね、そして、Q コード、うん、自分の健康をちょっとそういう記録する、はい、ネットでね、うん、その書類が必要なんですけど、それやってなくて、やってないじゃなくて、やってないじゃなくて、KETA だっけ、はい、そのビザ申請はやったけど、そこまでは書いてなかったから、うん、それで完了したと思ってて、それ今空港で、え、取ってないですかみたいな。言い訳です。厳しいね、厳しいね。ということで、どうですか、久しぶりに韓国に。なんだろう、今テレビでしか見てないから、この3年間あの韓国で、しかも最近韓国はそういう情報番組で結構取り扱ってるから、うん、もう久々すぎて行ったことないとこに行くみたいな感じになってるなんか、あの時行ったとこだとかじゃないもんだって、うん、だからちょっとまたテンションがちょっとやばいことになると思いますまあやばいっすね、多分絶対。どうですか、最近ちょっとお元気でした。元気でしたよ、うん、めちゃめちゃコロナにもかからずに、うん、いや本当によかったね。いや本当にちょっといつ行けるんだろうと思いながら。韓国行ったら何かやりたいこととかありますか。やっぱその韓国、やっぱご飯ですよ。韓国という美味しいご飯をやっぱり新大久保でしか食べてないから今までこの3年間、うん、で奥君とも何度か新大久保行きましたけど、はい、やっぱり本場を食べたいなと思ってます。また食べ方とかねいろいろあるかもしれないですけど、質問あんまり多すぎるとね言われるからねえ、というかね、もうほんとそれぐらい新しい気持ちになってるかもしれない。もう久々すぎて。分かりました、食べて感じてください。普通に感じ、質問じゃなくて言われるから。わかりました、はい、感じたままで、うん、オッケーオッケー。だから今まで食べたことない食事で全部準備してきたので、うん、嘘、寝不足です目がね、こうなってる。任せてください。任せました、本当に最高の韓国旅行。3泊4日。3泊4日ですね。めっちゃくちゃ食べて、うん、食べて、うん、食べて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 、終わったよ、終わったよ。それです。嘘、食べるしかない。ちょっと皆さんの最初のこのこういう感じ覚えておいてくださいね。帰りかもすごいことだった。韓国大好きで、なんかね、いやちょっと好きすぎて、ちょっと韓国人っぽいでしょ。もう、もうっぽいでしょ。分かんないけど分からんのかい行く前からもうテンション高すぎて、ちょっとね、本当に迷った時もテンション高かった。もう迷ったのも嬉しくて、うわ旅行してるみたいな旅行に行くんだみたいな。韓国語は中国語もう完璧ですね。いや味も下ろす、味も下ろすよ、えいし味も下ろすよ、味も下ろすよ、ちっちゃいよということですなのでちょっとずつ出していきます、韓国語も、うん、もうまた私と最初に韓国行った時も、うん、なんかいろいろミスありましたよね。ミスありましたね。なんか言ってた記憶があるんだけどまあでも旅行ってそういうもんだから。そうなんですよ。だから、ね、今日楽しもうと思って、さっき北と南間違えたのもそうじゃん。もう成田空港からもう始まるので、始まってますね、旅は。はい、で皆さんと会えるのも楽しみにします。どこかだったらそうです ね、会えるかもしれない、かもしれない、まあ、あれ韓国でマスク取ってる街中は
街中は大丈夫だ。街中大丈夫、うん、食レストランとかも大丈夫だと思いますけど、じゃあ日本に近い感じ、まあ、様子見ながら。あ、OK、 マスクも持ってきました、ちゃんと。ということで、何ですかそれ。奥が、あの、絶対準備してきてって言ってた、国際免許と、なんだっけ、僕は4回接種し、接種、心配だから、心配だから、届いたまま持ってきた。おじいちゃんみたいな。ちょっと名前になってるから。そう持ってきた、そのまま。心配じゃん、だって。ちょっとね。ほら、こう。国際免許のやつ迷子にさせるのも面白いかもしれない。マジでダメ、マジでダメですよ。韓国も完璧だからもういいんじゃない。味もまっすちゃんと入ってるんで大丈夫です。忘れ物ないよね、大丈夫よね、多分ね。ウォン1円も持ってない。あ、ウォンがないよ。どうすんの。まあ、なんとかなるんちゃう。見て乗ったら韓国だ。いや、乗りたくないな。なんかせっかく行けるけど、なんかそれぐらいなんかあーってなる。行きたいけど。終わっちゃうから行ったら。なんかこの最初のドキドキ感がいいや、この。切れてよ。おくし。切れてよ。ちっちゃ。顔確認されるのにマスク外しました。はい。行きましょう。行くんですね、本当に。行くの？ちゃんと行く？これ合ってる？合ってる？本当合ってる？合ってる？ちゃんと言ってよ。高木さん、うるさい。分かってないよね、このドキドキ。あ、バリバリ言った。いやー、めちゃ。いやー、何年ぶりの飛行機？3年ぶり。やばいね、花粉が治った。しかも花粉症が治った。やばい、久々だ、この感じね。どうする、行くの、ちゃんとこれ飛ぶ。乗りましたね、乗った。これ行く、ちゃんと行く、わかんない。ちょっと待って、韓国行くやつの、ちゃんとこれ何も言わんっていうか、めっちゃ混んでます、ね、めっちゃ混んでる。韓国結構今人気みたいです。やっぱね、テレビでもやってるから、うん、行きたいのよ、やっぱ俺も。何が一番やりたいの。だから食べ物、新しい韓国の空気を吸いたい。あ、そうまずそれいいです、それ。俺多分吸った瞬間、すごいテンションになると思います、多分。分かりました。吸った瞬間、分かりました。